さあ、どこからゲームを始めるのかな。はじめからだね。君は男の子かな、女の子かな。君の名前を教えてくれ。それでいいのかい？私は夢を見てるのかしら。この風景を見る限り間違いなく夢。さっきまで病院のベッドに寝ていたのに、機械で埋め尽くされて、まるで秘密基地にでもいるみたい。その通りである。ここはミクロマン基地である。誰？誰だったの？もう聞こえなくなってしまった。それにしても全ての感覚がリアルね。腕も足も自由に動かせる。え、それどころじゃない。体中に力がみなぎってる。あれ？私の手はこんなに大きかったっけ？まるでお母さんの手だわ。何？この格好は。変なの。でも面白そうな夢ね。とにかくどうなっているのか調べてみましょう。さあ進むのである。あなたは誰？僕はエジソン。君の力を貸してほしいのである。一体どうして？一度倒したはずの敵アクロイヤーたちが復活し、我々が襲われたのである。君の能力については順に説明していくので、まずは僕のいる司令室まで来てほしいのである。ええ、分かったわ。ちなみに僕と通信したい場合はスタートボタンを押して通信を選んでくれたまえ。君が来るのを楽しみにしているのである。ここは飛び乗ることができるのである。ボタンは使わないのである。近くに敵がいるかもしれないのである。敵には攻撃ボタンで攻撃するのである。近くにセーブ部屋があるのである。危険を感じたらこまめにセーブするのである。
ブロックはマグネパワーで動かせるのである。マグネボタンを押した後、方向キーで押したり引いたりできるのである。